ですね。本当にいいお手本です、まあ、ワールドカップを見ていても感じましたけれども、あ、これはチャンスになるかな。田中純也だ、田中純也一人で打開しました。田中純也、これが田中純也のパワーです。いや、よく狙ってましたね今。素晴らしいゴールを決めました田中純也。この2人の門を強引に突破しました。そして得意の左足のボレー、素晴らしいですね。パーフェクトなプレーでしたね。サダイもね、よく相手のディフェンスラインがね、こう前に重心かけてて見てましたよね、はい、大谷、これは大谷に対して青木亮太が手を出しましたがノーファールです。メルシー